朝です。今6時15分か20分ぐらいですかね。寒いです。ものすごい寒いです。あったかいこのヒーターがあったんだ。これをつければよかったんだ。あったかいわ。いやー、ギルの中、あったかいヒーター。ふぅ、こんなふうになったっす。天井の窓が開いてる。昨日夕方っていうか夜っていうかね、閉めてくれたんだけど、また開けてくれたみたいですね。あの女の子たちかな。この感じかな。散歩、朝の散歩です。7時半ぐらいですかね。あ、やっぱ7時20分です。すごい車が止まってます。向こうの、源泉の方に行ってみたいと思います。昨日はとても寒かったです、こんなに寒くなったと思わなかったって。日が落ちるとともにぐっとどん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 寒さが増してきまして、今日は今あるもの全部着てますね、布団ある程度厚い布団があるんですけれども、バフンがやっぱすごいな。お、これは足元気をつけないといけないですね。花粉がありまして、スマホ忘れてきた。どうもやっぱぼーっとしてますね。朝露になるのかなこれな。驚いた。なんかワンちゃんだ。驚いた。何かと思ったよ。ワンちゃんが挨拶してた。お尻をふとこう。お、川だ。どうやって渡るんだろう。わあ、もう湿地帯なんだろこれな。どうやって渡るんだろう。ワンちゃんはすごいね、ああいう風に川の中ズブズブ入ってっちゃってますけど、いやこれはすごい。どうやって渡るんだ。すごいなぁ、ワイルドだな。向こうになんか木の橋みたいのがあります。あれかな。いやあ、あれが朝のいいですね。スマホを忘れてきてるという、なんともや、ね。橋と言えないやな、これじゃ。ちょっとこれは無理だな。どうやって渡るんだろうな。ワンちゃんは一人で行っちゃった。あれ、ひょっとして
雪じゃないですか。ねえ、雪じゃないや、泡だ。なんだなんだ。どうやって当たるんだろうな。おいねえ、どうしたらいいんだよ。わかんないよ。お前さんいいな、元気でいいな。どうやって当たるんだろうね。これかよ。ここ渡るの？ちょっと怖いよこれ。あ、向こうに橋があった。あったよ。はい。おお、オッケーオッケー。わお、渡った。オッケーオッケー、よし行こう。ワンちゃんも喜んでくれた。あ、面白い。今回はいろんな人に出会います。人、動物。ああ、元気にいった。何ですか、あのバフンがやっぱすごいいっぱいあちこちにありまして、でもバフンもね、その土地に戻っていくわけでしょうから、大切な資源なんでしょうね。循環してるってことなんでしょう。お、日陰に入っちゃった。まだ日が。ぐるっと回って渡れるところを渡っていきます。おお、出現地点。おお、なんとか来た。おお、これが源泉だそうです。来たよ。やっぱここは聖地なんですね。だからこれは何かと言ったらあれですわ、あの回すやつだ。こうやってお経を読んだと同じようになるという時計回りだそうです。時計回りに回すということですね。着いた。やっぱこれ、あの、その宗教のまあお地蔵さんみたいなもんで、岩をこう積んでいくんですって。そうすると、ここにいろいろと、あ、ここから染み出てるっていう感じなんですかね。それで、こう来て、でもそっちも湧き出てるんだよね。こっちにたまり、そして、おお、ここで、でそれぞれのパイプのところから引
引かれていくわけですね。こちらの止まっているのは、ね、左手の方ですけれども、その他に向こうの方にもいっぱいこうそういうゲルが並んでたり、あとバンガラーも並んでたり、向こうの方はもうちょっと近代的な感じがしますね。うちの方はなかなかワイルドな感じですね。うん、やっぱトイレがね一番ね辛いところがありますよね。うん、水髪を流しちゃいけないとかさ、結構あと絶対に数少ないんじゃないかな、あれに比べてな、すごい豪華なゲルの場合はあれらしいですよ。中にちゃんとシャワーとトイレもついてるらしいですけどね。ちゃんとああやって管理してるんですね。橋はどこだったんだろう、どこで渡ったんだか分かんなくなっちゃいましたね。下を気をつけてないと、糞を踏む、そうなんで、あの看板は何でもない。自然に戻るという感じですかね。この柵はあのお馬さん防止用って感じですね。いや日差しが強い、暑いですよ。なんと